NBDC のセンター長の高木でございます。本日はこの統合の日シンポジウムにお越しいただきましてどうもありがとうございます。私はここにあるようなタイトルで今日お話ししますけれども、このタイトルにはあんまり深い意味はなくてですね、このシンポジウムのタイトルを単に前と後ろひっくり返しただけのタイトルになってまして、心としては、この、シンポジウムの前座というんでしょうか、イントロ的な話ができればなと思っています。で、私毎年この最初に喋っておりますので、なんかいつも同じ話ばかりして、私ももう飽きてきましたし、皆さんも退屈されてるんだろうと思うので、今年は JST の理事長あるいは理事にお願いしたいなと思ってたんですが、この10月1日で全員変わってしまわれるということで、しょうがなくまた私がここに出てきております。ご了解いただければと思います。それで毎年あまり同じ話をするのもちょっと芸がありませんので、少しこの統合データベースを取り巻く最近の状況ということをお話したいと思いますし、またこの統合の日という、これ10月5日に開いているから統合の日なんですけども、このことについて少し今回趣旨も少し変えましたのでお話したいと思います。さて、それでこの統合の日が始まったのがですね、第1回が2009年の10月5日ということで、ちょうどこの同じ場所で開きました。でその時は今の NBDC ではなくて、先ほどもご紹介ありました GBCLS というところが主催して開いたわけでございます。でその後ずっ と,、10月、たまたまこれ10月5日に開いたものですから、ちょうど語呂がいいということで、ずっと10月5日に土曜日であろうが日曜日であろうが開いてきてですね、第3回以降主催が変わっておりますが、10月5日に開いていると。ただ実はですね、全部10月5日が良かったんですが、第0回というのがございまして、これはその同じ年の2009年の6月12日に開いているというような状況でございます。でそういう意味では7回目8回目になります。それでじゃあこの、第1回にどういう話をしたかということを、少しちょうどこの同じ一条ホールで開きましたので、少し持ってまいりました。でここにもいらっしゃいますけども、その当時DBCLS がありました情報システム研究機構の堀田先生にご挨拶いただいた後ですね、私がその当時 DBCLS におりましたので、こういうような挨拶をしましたけど、その後のメンバーを見ていただければですね、今特に話題 の, レッシグ教授ですね、アメリカの大統領選に民主党の第6番目の候補者として出るというようなことで、彼にそれでクラウドファンディングで100万ドル集まったら出るって言ってたんですが、すぐに集まったようで、大統領選に出ると。で彼にはクリエイティブコモンズライセンスの話をしていただきました。で、それからそれ以外にも中山先生とかですね、長尾先生、そうそうたるメンバーにですね、このどういうふうにして今でいうオープンサイエンスを進めるのか、データサイエンスを進めるのかというような話を、今からちょうど6年前にしたわけでございます。ちょっと自画自賛ですけども、もう6年前から我々はこのオープンサイエンスということに今取り組んでいるということで、だいぶ先を行ってたんではないかというふうに今思っております。でこのレシグさんとその後飯食った時にですね、これからは腐敗に取り組むんだということを言ってましたので、ちょうどそれを受けて今度の大統領選に出るんだろうなというふうに思っています。その時も OECD の話とかですね、いろいろさせてこの深作さんにお願いしたと、こういう状況がございます。さてそれで今加藤副理事からもお話ありましたけれども、ライフサイエンスを取り巻く最近のキーワードっていうのが、ここに私ざっと思いつくものを挙げてきました。もちろんこれ映画にも多数ありますけれども、私の周りで目にするようなキーワードというようなことです。一つ一つはご説明申しませんけれども、皆さん大体最近どこかで聞かれた言葉じゃないかというふうに思います。でちょうどこの真ん中が開けてあるのは推測通りですね、ここにちょうどデータベース、統合データベースが入るということです。これらのここにある周りにあるキーワードを推進するには、今日詳しいお話は私自身は申し上げませんけれども、統合データベースがなくてはできない。そういう意味ではこの周りを取り巻くキーワードっていうのは、統合データベースから見れば周辺キーワードと、こういうことにもなろうかというふうにも思います。でこういうようなキーワードそれぞれ の, 意味付けあるいは関連があるでしょうけども、これ私なりにちょっと小さくて非常に恐縮ですけども、整理してみたものがこれです。これ一番下が人をはじめとしたさまざまな生物なりリソースみたいなものがありま
まして、それを使って最近の iPS だとかゲノム編集技術もありますけども、そういうものも使ったりして、それからさまざまなセンサー技術、分析機器、そういうものをフェノタイプ取るために今このドローンなんてのもあるかもしれません。でこういうようなものを使ってさまざまな人たちがさまざまな立場でプロジェクトを展開し、ここにあるようなデータが多数出てくる、あるいはそれは生データであったり、あるいはこういうような成果である。でこれらをそのいわゆるこうネットワーク上で分散型ですけども集約をして、その上でここにあるようなキーワードいくつかございますけども、こういうようなことに配慮しながらですね、データの知識の整理、それからデータの統合ということを進めていって、その上で最近流行りの人工知能でありますとか、その機械学習でありますとか、さまざまなものがを使ってこういうような新しい、その生命科学といいましょうか、もっと言いますとその応用の医療だとか農業だとか、そういうことにつながってくるだろう。これも私が勝手に描いた絵でございますけども、でちょうどこの真ん中のあたりに位置するのが統合データです。都合のいい絵を描いているわけです。で下の方から見るとこのデータが出てくるものを受け皿としてこういうものがあり、データベースがあり、それを使ってこういろんな解析をして、さまざまなイノベーションにつなげていくと、こういう意味からまさにその、このデータベースっていうのは、なくてはならないもので、先ほど申し上げたいくつかのキーワードを今後進めていく上でも、欠かせないものであると。で今回のシンポジウムもそういう観点で設計しているという次第でございます。さてそれで少しライフ分野 の, そのデータ共有ということに関して最初に6年前のお話をちょっといたしましたけども、どういうようなことで進んできているのか簡単にサマライズしたいと思いますけども、ご存知のように文献データは1960年ぐらいから、研究データは1970年ぐらいから共有が進んでおります。皆さんよくご存知 の, そのいわゆるその、ジェンバンク等のですね、その、DNA のバンクに関しましては INSDC という形で日米欧の三極体制で行っておりますし、タンパク質の立体構造に関しましてはこれも同じように、日米欧のセンターは違いますけど4つのセンターで共有が進められている。でこれ以外にもいろんな種類のデータの共有の枠組みがどんどん拡大しておりますし、またさまざまな観点で共有とか統合の枠組みも作られてきていると、こういうようなことが言えるかと思います。ではなぜこういうふうにそのライフ分野で統合というか共有が進められてきたのかということを私なりにまとめてみますと、一つはなかなかライフサイエンスの分野は少数、何かその知識が進んでもですね、少数の数式とか法則で表現できずに、やはりデータベースの形で持たないという。で、そういう意味ではデータベースは研究のインフラであり、またフロンティアであるということがあります。からもう一つこの分野でそのデータ共有が進んでいる大きいのは、その論文を書くときにデータをあらかじめデータベースに登録しないといけない。公的バンクに登録しないといけない。この義務付けがあります。ごめんなさい、これは下の方ですね。それから上の方 の, そのいわゆる米国の NIH はじめ、ファンディング機関はこういうデータの、登録を義務付けている。こういうのが強いドライビングフォースになっているということがあります。もちろんそれ以外にも研究コミュニティで、この研究を進めるためにデータを共有しましょうでありますとか、特に欧米では20年30年前からデータベースセンターっていうのが、整備が進められてきたと。それからデータ共有によって実際に研究が進む、統計解析のパワーアップでありますとか、こういうふうな他の観点からデータを利用することによってイノベーションが促進されると。で最近では研究の再現性であるとか、研究不正への対応とかいうこともございますし、研究の効率化ということもあろうかと。こういうようなことがさまざま重なりまして、この分野では共有が進められてきたというふうに理解しております。ただ残念ながらこういうふうに基盤的なものに関してはいろいろデータの共有が進められてきているわけですけれども、このゲノムが出てまいりまして、自分の専門分野以外のデータも使って研究する必要が出てくるとかですね、から、共有は進んでるんですがどこかにあるんだけどデータベースで解析するどれを使っていいかわからないだとか、ここにある、ね、フォーマットや用語がバラバラであるとか、あるいはそのライフサイエンス特有に の, そのデータがあってもこういうさまざまな、状況があってそう簡単に利用できないだ、あるいは最近データはレポジトリすればいいというようなことを言われますけども、やはりこれだけではなかなか再利用できない、こういうようなことがありまして、またこれ今日詳しくご説明いたしませんけれども、我が国の特殊事情がございまして、
データシェアリングのルールがない、義務化されたルールがないだとかですね、権利関係が不明だとか、あるいはデータ共有してしまうとバイオインフォマティクスの人材が少ないので、単にデータ取られて負けてしまうんじゃないかとかですね、日本には中核センターが、まあ、最近だいぶ整備されてきましたけどなかったとかですね、こういうようなことがあって、先ほど言ったように共有は進んでるけどなかなかその活用までいかないというようなことが起こってきたわけです。でこれちょっと参考までにこの数字だけ申しますと、世界的にどれぐらいのデータベースがあるかということなんですが、これいろいろな推測計測してみたんですが、だいたい1万から2万ぐらいだろうと。からメジャーなものこの NIR という雑誌に載るのでだいたい1600ぐらい、から我が国のだいたいこの分野のデータベースというのは1000ぐらいあります。でカテゴリーは非常に幅広くあります。からゲノムプロジェクトの数、これも皆さんご存知ですけども約7万ぐらい、もう非常に多く、からこの NIR というこの雑誌に載ったデータベースを作っている国が約50、これ非常に数的にも種類的にも多様な状況だと。それから、データ量、今だとペタのオーダーあまりそれほど多いという感じはしませんけども、米国のこの SR、NCBI の SRA で4ペタ、DBGAP という人のゲノムのデータベースが2ペタくらいです。でデータの伸びが、従来はムーアの法則を圧倒的に上回ってたんですが、最近はだいたい落ち着いてきて年 1.5 倍ぐらいになっています。これ文献が2500万。これは欧米のセンターが数百人規模でいて、これぐらいのストレージを持っていると。こんなようなのが背景にありますけれども、こういうような非常に多様なデータベースが多数いろんなところで作られているということで、それから先ほど申しましたようなこういうようなライフサイエンス特有の問題がさまざまあるということで、このデータを統合化しないといけないということで、このライフサイエンス統合データベース事業というのが始まりました。でこの目的はここにありますようにデータの共有とか公共財化を促進してその価値を最大化しようと。でこれは2006年からその CSTP、今の CSTI ですね、総合科学技術イノベーション会議、今はそうですけど、それの主導でプロジェクトがスタートしたと。この4章であって、この4章が連携してポータルサイトを作るというようなことがございました。から文科省の中で言いますと、この情報システム研究機構に DB シェルスというのができて、2011年には NBDC ができたと。でそこではこういうふうにいくつかの活動をして、最近ですとこの人のデータ、人のゲノムを中心としたデータをどう管理して共有するかというようなことも始めまして、 DDB と連携してそういうデータベースができています。現在この人のデータベースに関しましては、だいたい延べ人数ですけど2万人ぐらいのデータが入っているというものまでにまで成長してきているわけです。でこれがこのプロジェクトの概要ですけども、先ほど申した計測装置ができた様々なプロジェクトのデータをカタログ化したり横断検索したりアーカイブして、フォーマットを揃えたりですね、権利関係を整理する、それ以外に分野ごとで様々な統合化をして、全体をつないで、こういうスキームで行っております。さてそれで今ざっと申しましたけど、これがちょっと細かくて恐縮ですけれども、今の NBDC と DB シェルス共同研究の中でここにあるようなキーワードに取り組んでいます。先ほど人工知能だとかゲノムコホートだとかさまざまなことを申し上げましたけども、そのキーワードが基本的にこの辺りにいろいろ埋め込まれている。例えばクラウドですとか、それから質問応答でありますとか、自然言語処理でありますとか、オントロジーでありますとか、 RDF でありますとか、セキュリティ、個人ゲノム、こういうようなのがさまざまなキーワードが埋め込まれておりますけども、こういうような開発をしているというような状況でございます。さて、もうだいぶ時間がなくなってまいりました。これで少しまとめますけども、じゃあこれからの課題として何があるかっていうと、ざっと本当はもっと多数あるんですけども、これぐらいの、キーワードを今用意してまいりました。順番にさっとご紹介しますと、データ量の増大への対応ということです。これ皆さんご存知のように非常にデータが爆発的に増えていると。先ほどちょっとムーアの法則の話をいたしましたけども、でこれはその参考のために、遺伝犬のスパコンの例を持ってまいりました。でデータ量が非常に増えているということ、それからこのスパコンの利用者が今2200名いて、毎月50名ずつぐらい増えていくということで、非常にこの分野の計算機を使った解析っていうのが進んでおる。データも増え、データベースも増えていれば解析する人も増えている、解析需要も増えていると。これ全国のさまざまな機関からこういうスパコンを使っている。ここ スパコン自体の性能はこれぐらいのものです。でこれがあと1年半後にリプレイスするんですけども、実はアベノミックスと言われてますけど、円安になっておりまして、外国製品を買うとだいたい5割増しで買わないといけないと。
ですから同じ、計算機の伸びがないと3分の2ぐらいの性能のものしか入らないというような状況になってしまう。それ以外にまあ電気代が上がったり消費税が上がったりということで、私は別に反政府的なことを申し上げるつもりはありませんけれども、なかなか大変な状況です。でこういうものを解消していかないと、なかなか今申し上げたようなオープンサイエンス、データサイエンスっていうのがうまくいかないという状況がございます。2つ目は今日お話ししません、明日多分末松理事長のお話になると思いますけども、 A メドでさまざまな活動をさってこれからされてきますので、その時に私どもが今作っている人データベースというのは、先ほど言いましたように、50スタディ2万人ぐらいのデータが入りつつあります。そういうものとうまく連携してゲノム医療あるいはゲノムコホートに貢献していきたい。で3点目がこれ皆さんからよく言われるんですが、データベース作ったのはいいけど何に役に立つだっていつも言われまして、もうちょっとちゃんとその応用事例を、あるいは成功事例と言ってもいいかもしれませんけど、積み上げていかないといけないというふうに思っています。で先ほど加藤副理事からもお話ありましたけど、今回のシンポジウムは私たちがどういうデータベースを作った、どういう成果が上がったということよりも、むしろこちらの方を中心にこのシンポジウムを全くしたという次第でございます。それから、あとですね、この今まではどちらかというとデータベースを作ることを中心にやってまいりましたが、これから少しもう少しデータベースをどう活用していくか、私ども自身がデータを解析すると、特に我が国ではバイオインフォマティクスの人材が少ないということもございますので、こういうところにも踏み出していきたい。その次に今度は国際連携、これは当たり前ですけども、私どもバイオハッカーソンというその国際ワークショップといいましょうか、合宿型のワークショップをもう7、8年続けておりますけども、それに加えまして最近はですね、こういうような国際的な連携が進みつつあります。 GA4GH と略して呼んでおりますけども、ここにあるようなものです。でこれには非常に多くの国から多くの組織が入っている。米国では NIH、 それから欧州ではこの欧州 の、 そのインフラでありますエリクサーというのが入っていますし、それから Google や Amazon やあるいはそのシークエンサーの会社なども加わっている。日本はここにあるようにデータベースセンターが3つ入っていますけど、こういうようなメンバーが今入って活動をしていると。こういう中でさまざまな取り組みがなされております。ちょっと小さくて恐縮ですけども、そのデータをどうフォーマット、どういうフォーマットで持つかとかですね、それから倫理的な問題をどう処理するかとか、データのセキュリティをどう保つか、あるいはクリニカルな応用をどうするか、こういうような4つの作業グループができておりまして、それぞれがこう連携しながらうまくこう回っていくような仕組みになっております。で例えばこの中ではこういうような3つぐらいのプロジェクトがありまして、1つだけご紹介します。この例えばビーコンプロジェクトというのは、世界中に散在するデータベース中に自分の欲しい変異を持っているデータベースがあるかどうかを、検索できるものでして、そうするとそこに自分の欲しいあるポジションにある変異が入っているデータが欲しいと言いますと、それも見つけることができる。こういうような国際協力がありますし、ここにあと2ついくつかありますが、こういうような活動も様々ありますので、こういうものとうまく連携していきたいというふうに考えております。あと2つはこの人材育成ということで、これもこう長年のその問題となっているわけですけども、こういうものにも私ども今NGS の講習会を1週間かけてやっておりますけども、それに非常に多数の方が参加されていることもあり、こういうものを発展していって、もう少しこう人材育成に貢献していきたいと。それから最後になりますけども、今は先ほども言いました NBDC、DBCLS、それから DDBJ だけで出てきましたけど、それ以外に PDBJ、さまざまなデータベースセンターといいましょうか、拠点がございます。で先ほど の、 その国際的連携をしていく上でも、あるいは国際的な対応をしていく、あるいは我が国で対応する上でもですね、やはりこのデータベースセンターがバラバラで小規模なものがいくつも乱立してても困りますので、こういうものをうまくアライアンスを組んだり統合していくというような方向に、持っていけないかなというふうに思っております。で最後に今申し上げたような趣旨で、今回先ほど加藤さんからもお話ありましたけども、今回のその統合シンポジウムではここにあるようなオープンサイエンス、人工知能、データサイエンス、AMED と、こういうようなキーワードのちょうど今最も掘った話題、しかもこの統合データベースと関わるような話題でご講演いただくと、それからデータベースを作る話ではなくて応用活用事例を中心にご発表いただくと、もちろん今年度からスタートした統合化推進の新規プログラムもございます、この発表とがございます。それから統合プロジェクトの成果は今回口頭発表いたしませんが、ポスターで行っておりますので、ぜひそちらをご覧いただければというふうに思います。で今日この後それから明日にかけまして、このシンポジウム1日半ございます。ぜひこれから発表される応用事例だけではなくて、我々がこういう
他にもこういう事例があるとかですね、あるいはここに書いたようなキーワードと今後どういうふうに連携していけばいいのか、どう進めていけばいいのか、ということでもいろいろアドバイスをいただければというふうに思っております。どうかよろしくお願いします。以上でございます。